大学別三菱商事就職者数ランキング。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシリンです。今日は三菱商事への就職者数ランキングについて解説しようと思います。おそらくサムネイルだとあの大企業って書いてあると思うんですけれども、まあ三菱商事のことですね。なんだ三菱商事かと思って動画を止めようとしたそこのあなた、ちょっとお待ちください。結構ね、面白い動画になっています。ちなみにその前になんですけれども、昨日急遽動画投稿をお休みしたことを深くお詫び申し上げます。大変失礼いたしました。ちょっとね、僕が運営しているウェブサイトの方でトラブルがあって、そちらのトラブル対応で追われていました。まだ解決はしてないんですけれども、さすがに2日以上動画投稿をお休みするのは皆さんに失礼かなと思って、本日は動画投稿を優先させていただいております。昨日は本当に失礼いたしました。ということで本題に入りましょう。ランキングですね、こんな感じになっています。1位は慶応義塾大学です。でもね、これ1位でも25人なんですよね。慶応義塾大学かなり学生数多いんですけれども、それでも三菱商事に就職する人は25名と。で、2位が東京大学、さすがですね、21位です。3位は早稲田大学20人。第4位は京都大学6人と。すごいですね、私立大学のトップ、国立大学のトップ、私立大学の2位、国立大学の2位っていう順になってるんですね。ただ、早稲田大学と京都大学でかなり差があると。慶応義塾大学、東京大学、早稲田大学はかなり僅差ですね。もうほぼこの3強と言っても過言ではないでしょう。その後はね、あんまり差がないですね。これね、11位以下は多くて1人なので、解説する必要がないなと思って10位以上解説するようにしています。第5位は東京工業大学、一橋大学、大阪大学で5名と。第8位は名古屋大学3名。なんかね、いい感じにね、私立国立、私立国立、国立私立、国立国立って感じになってるんですよね。結構面白いランキングですよね。第9位に入ったのは北海道大学、東北大学、上智大学、明治大学と。ここも私立大学と国立大学が2つずつになってますよね。まあ面白いって言ってもそれだけなんですけれども。ということで今回は三菱商事就職者数ランキングについて解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。